ちょっとこの前は急に休んじゃってすいません。ちなみにさ、なんか体調悪くなったタイミングがさ、完全にイロハのクッキー食った後みたいになってる。マジでクッキーは関係ないから、クッキーは普通にうまく食ってたから。いや、なんかスバルもさ、そのなんか病院に行ったんだけど、行きながらこのタイミングだと完全にイロハのクッキーみたいになっちゃうなと。ちょっとね、急なお休みをいただいたわけなんですが、結果としてもう何にもなかった、よかった、本当によかった。火曜かな、火曜ぐらいから普通になんか、まあずっと頭は痛かったわけ。でもさ、季節の変わり目ってさ、頭痛くなりがちじゃん。なんか、あれ、なんかこんなことなかったけどな、今まで、みたいなことが起きたわけ。なんかそしたら、いや、それやばくねみたいな話になって、そんなやばいかなみたいな。救急病院に行った方がいいかどうかみたいな教えてくれる番号があるよって教えてもらって、電話したら、その、看護婦さんみたいな人が出て、いやー、なんかまあ、症状聞く感じ、結構、行った方がいいと思いますけどね、みたいな。重症だと思いますよ、とか言われて、みたいになって、重症みたいな、嘘だろみたいになって、なんか、ちょっと、本当にごめん。なんか、病院行かなきゃいけなくなっちゃった。いや、だから謝っちゃったよね。なんか、すいません。なんか、来ちゃって、なんもないのに、って言ったら。お医者さんがさ、いや、いいんじゃないですか、なんかあるよりは、って言われて救われたわ。はぁ、優しいと思って、あ、お医者さんすごっと思って帰ってきた。んでもよかった、本当に何にもなくて。マジでビビった。でも、何にもないって言われるとさ、なんか、ああ、よかったってなるからさ、まあ、あの時病院電話してよかったなと思ったわ。